指揮官、こうして一人で待たされるのも、また試練だ。神に仕える者として。率直に申すが、このドレスと玉座は私にふさわしくないな。聖人の名を預かるとて、私は一介の戦士に過ぎない。あなたが気に入ってくれるというのなら、それもまたよし、か。指揮官、こうして一人で待たされるのも、また試練だ。今の私は、そこまであなたの視線を引きつけているのか。その目は、いや、嫌いではないが。仲間たちの仲裁か。では少し失礼させてもらう。彼女たちの話をちゃんと聞いてからだ。この艦隊を導く者として、指揮官。この席はあなたが一番ふさわしい。武器なら手の届くところにある。戦うことを望まれれば、いつでも出動できる。指揮官、ご自重を。指揮官、神のおぼし召しではないが、海軍部より新たな任務が通達された。報奨か。いいものではあるだろうが、興味はないな。指揮官、この手紙は開封しなくてもいいのか？彫刻のようにここに座り続けることより、戦場に出て、槍を振るうことこそ私の望みだ、指揮官。では誓おう。あなたの喜びは私の意志。あなたの勝利は私の栄光。あなたのそばは私の帰るべき場所。あなたのそばに私を遣わした神に感謝しよう。私の指揮官、私の恋、そして私の光。指揮官、委託に出かけた戦友たちが戻ってくるのが見えた。神に仕える者として、虚飾は不要。ではあるが、あなたに愛される者として、あなたが喜ぶことなら何でもさせてもらおう。神は人の愛を許し、そして称賛しているゆえに。
からも天使のこの幻想なる帝王を従えられない。ベルリー・ドゥーラ・デスピキア。敵の皆様、次は少し痛くなりますよ。女王の号令でもこの幻想なる帝王を従えられない。ベルリー・ドゥーラ・デスピキア。少し痛くなりますよ。女王の号令でもこの幻想なる帝王を従えられない。こんにちは。塵は塵に、灰は灰に。彫刻のようにここに座り続けることより、戦場に出て槍を振るうことこそ私の望みだ、指揮官。